鈴木達夫候補者本人からの訴えにお耳をお貸しください。よし、冷えてきました。少しでも私の話を聞いていただければ幸いです。この度都知事選に立候補しています弁護士の鈴木達夫です。私は今の安倍政権が進める悪政の限り本当にひどい政治をやってます。あえて言おう、嘘でたらめの政治だ。そうだ、それを吹っ飛ばす、許せない。本当にこれを断ち切る、そのために私は立候補しました。皆さんが十分知っているように消費税が上がりますね。4月から 8%、 来年から 10% と言われる。その代わりにいいですか、安倍政権は何をしようとしているか、法人税を 10% 下げようとしているんですよ。法人税を 10% 下げる、しかもそれは単なる下げるんじゃない、一握りの大企業優先なんだ。つまり消費税が値上がりした場合、この前の時 3% から 5% の時もそうだったけども、中小企業製品に転嫁できない、あるいは下請け企業納品のその製品に転嫁できない、どんどん上は今までのコストでやれと言ってきてる。だから中小企業下請け企業どんどん倒産破産に追い込まれるんですね。その結果一握りの大企業大銀行に支えられた。なお大銀行は消費税を納めてないというのは皆さん十分ご存知だと思う。いろいろな理屈をつけて納めてないんだよ。我々からあれだけ高い手数料、何かというと手数料を取るでしょうか。大銀行は銀行はね、ふざけてる。そしてそうやって生き延びた大銀行と大企業には法人税を 10% 下げて、我々からは消費税を 8%、10% と絞り取って、これだけでもとんでもない悪政だ。それだけじゃない、皆さんご存知のように NHK、 皆様の NHK なんて言って国家予算じゃないんだ。あれはね、皆さんの各所帯から納めてる受信料で賄われてるのが NHK です。ところがその NHK の会長になんてやつを据えたんだ。安倍首相の息のかかった2人の経緯、あるいは3人とも言われる、それが選んだあのもみぎという会長は就任早々、政府が右と言ったらば左というわけにはいかない。何ですかこれは、国営放送になるってことやないか、大本営放送になるってことやないか。年配の人は大本営放送というのは聞いたことがあるかもしれない。あの軍部の負け戦が続いているのに勝った勝ったと言いながら、最後にあの東京大空襲、3月10日の大空襲、広島長崎沖縄310万人殺された、アジアの人たちが2000万人殺された、このようなでたらめな戦争をやったその大きな下手人が大本営放送なんだよ。今 NHK がそうなろうとしている。ダメだ皆様の NHK いい加減にしてくれ。だったらばあの会長の首は飛ばさなければならない。そうださらに経営委員が何を言ってるか、あの田上候補、都知事選の候補、侵略戦争はなかったと言ってる元自衛官、航空幕僚長、それのなんと選挙の応援に駆けつけたんだ。 NHK の経営委員が、今度成り立ての作家を名乗る百田というものだ。それが何言ったか、南京大虐殺はなかった。そしてあの憲法9条などというのは戦争がやりたくないなという願望に過ぎない、そういうことを言ってんだよ。皆さん9条は願望に過ぎないのか。我々の違う、さっき言ったようにかけがえのない命と引き換えに戦争をやってきた日本の支配者、
それに突きつけた憲法9条なんだよ。約束させたんだよ、彼らに。もう二度と戦争はやらない、軍備は持たないという。それをまたぞろ単なる願望だなんて言い出した。もっとひどいのはもう一人、女性の なんとか大学の教授だ。これは新右翼がピストルを持って朝日新聞に乗り込んでピストル自殺したことを賛美してるの。この2つ、このような発言、このような論文を国会で追及された安倍首相は、昨日と一昨日のことだ、つい昨日と一昨日のことだ、なんて言ったか、私は直接聞いてないから知らない、読んでないから知らない。何を言ってんだよ、そうだ、国会を何と思ってんだ。議員の質問に対してそういう、なんて言うんだろうね、こういうの、しらじらしいというか、居直りというかね、とてつもないことを平気で言ってる。彼のあの傲慢不遜なあの表情の裏に皆さん怯えと恐怖を見ませんか。そうだそうだ、今アベノミクスなんてガタガタになりだした。よし、世界 同時株安だ、みんなの賃金なんか上がらしない、賃金下がってますよね皆さん。アベノミクスなんていうのは一部の外国人投資家とそれにつられて儲けてる日本の株式投機屋さんだよ。だからデパート行ってみなさい、売れてるのは何ですか。高級時計と宝石と毛皮だけだ。人々の生活は全く楽になってない。しかし物価はじりじり上がってる。今年消費税を含めて物価は 3% は確実に、 4% ぐらい上がるだろうと言われてる。今賃金が下がってる、物価は上がってる、こういうことだけどますます進めようとしているのが今の安倍政権。安倍政権のやってること、悪性を数え上げればきりないが、もう一つだけ言わせてもらおう。憲法改悪と戦争に向かっての政治だ。彼は外国の記者会見で、アメリカだったかな、私を右翼と呼びたければ呼んでいい、軍国主義者と呼んだら呼んでいい、つまり自分は右翼で軍国主義者だということを自認して自ら認めてるんだよ彼は。そして誰が何と言おうと、あの名護の人たちが300億500億積まれても基地建設を容認しなかった、しかし選挙は選挙だって言いながら、あの美しい海を埋め立てようとしてるんだ。誰が何と言おうと憲法を改悪する、戦争に持ってく、靖国もそうだ、あれだけ反発を受けるというのは重々承知の上でやってるんだ彼は。同盟国のアメリカからお前何やってる、そこまで言われてもあれは計算のうちなんだ。だから今安倍首相がやってることはただごとじゃない、本気になって戦争に向かって憲法改悪に向かって走り出した。私たちは今は本当に彼が本気だったらば我々も本気になろうよ。今までの保守政治の続きで今の安倍政権のやり方を見ていると足をすくわれる、とんでもないことになる。彼のやってること、それを見据えてぶった切らなくちゃならない、妥当しなくちゃならない彼は。よし、このままあのような悪政を一日でも続けさせたらば日本の社会は壊れる。労働者の扱いをどうしてるか、賃金は下がるばっかりだ、さっき言ったように、さらに派遣パート契約、こういう非正規労働者を全部のサラリーマンも含めて非正規に突き落とす、叩き落とす、これを今国会に彼らは出してる。労働者派遣法の改悪だ。その中で皆さん、日雇い派遣という言葉は知ってるかもしれない。数年前さすがにひどいというので禁止になった。つまり前の晩に携帯電話がかかってくる。今日本では400万ぐらいの、ね、失業者いる。特にその中で青年労働者の失業率はすごい。それに前の晩どこどこに行ってくれって行く、一日中働かされる、低賃金がピンハネで2次下請け、3次下請け、4次下請け、そして労働契約はその日でおしまい。明日は何も保証されない、明日どう生きるかということは全く保証されてない、こういう
日雇い派遣、これをまた今の国会でさすがにひどいっていうんで一時禁止されたのがまたこの国会で復活させようとしてるのが安倍政治だ。さらに5年働いたら正社員にするという空約束があった。これは空約束なんだよね。実際には4年10ヶ月か5年度直前で首切っちゃう。5年働いて正社員にする、こういう餌で釣っておいて今2000万人の労働者特に若者を非正規に叩き込んでる。さらにそれを今度解約しようとしてる。今若い人たちの労働条件私以上に壊れてる。皆さん方が身に染みて分かってると思う。食うためには低い賃金だから長時間働かなければならない。長い時間待ってるのは過労死じゃない、あるいは1日に2つも3つも仕事を掛け持ちしなければ食っていけない。どこで休むんだその人たちは。どこで家族との団らんをやるんだ。今青年と中年で過労死が一気に増えている。ひどい話じゃないか。生活するために食べるために働いて過労死、スレスレの生活、過労死を確保しなければならない。寝る暇もない。だから今39歳までのほとんどの若者が結婚できない、家族を持てない、未来がない、そういう状態に叩き落とされている。少子社会だなんて嘆く自民党の連中は盛んに嘆く。少子対策大臣なんかまで作った。ふざけんじゃない、当たり前じゃないか。そういう状態に若者を叩き込んどいて少子、子供が少ない、子供が少ない、女は子供もやるって何を言ってんだ。そうだそうだそうだ、本当にね、政治というのは何だと思ってんだよ。ふざけてる、人を人とも追わない政治をやってる。この安倍が今やろうとしてるやってることの象徴がオリンピックだ。オリンピックになんと5000億最低でも東京都の税金が吸い込まれる。我々の税金だ。そして1兆円とも言われる。このオリンピックは何の目的でやろうとしてるのか。スポーツの祭典なんていうそんなもんじゃない。横島な邪悪な目的を持っている。今度のオリンピックの組織委員会の会長になったあの森喜朗という、日本は神の国だって言ってぶっ飛ばされたあの首相で、あれがオリンピックをやりたければ原発を再稼働することだと。原発の再稼働なくしてオリンピックはないって言ってんだよ。つまり原発反対っていうのは今や時の声だ。それを逆手にとってオリンピックをやりたければ原発再稼働を認めろって言ってんの。さらにあの安倍首相がやった国際的な真っ赤な嘘だ。福島の汚染水がブロックされてコントロールされている、子供の健康被害が二度と再び起こらないと言った、言い放った。これが嘘だというのは皆さん分かってるでしょ。大嘘だ。言ってる本人も分かってるんだよ。言ってる本人も分かってる。こういう嘘でやる政治恐ろしいというか悪どいというかね。一日でもこういう政治を許してたら我々が腐る、この社会が腐る。断を下さなければならない。嘘の承知のこんな政治は絶対に辛いんだよ。先ほど私に届いたニュース、今日福島でまた健康調査の結果が発表された。子供の小児がん、甲状腺がん、こないだまでは疑いが含めて59人と言われた、今度75人だ。75人に増えている。普通100万人に1人と言われる。それが22、3万を対象にしてやった検査、200倍から250倍の倍率だよ。これが現実だ。県の調査なんだ。ところがこれが原発とは関係ない、文科省も国も言ってる。だったら何なんだこの200何倍という甲状腺がん子供さんの。本当にお母さんやお父さんは心配してる。地元のある新聞に、国はオリンピックなどと言ってるけれども子供たちを地獄に連れて行くつもりか、という投書が出ていた。その通りだ。だから福島を見捨てる、ないことにする、
切り捨てる。全部そういう事実を踏みにじって、そして美しい日本だ、やれ安心安全な日本が復活したなんていう、またまたこういう大嘘をつこうとしてるのがオリンピックなんだよ。だからオリンピックの目的、どう考えても邪悪だ、横島だ、悪辣だ。だから私はオリンピックは返上だという結論を出してる。誰もこれを言わない、これを言わないから私はテレビに誰も出さない。だからこうやって皆さんに訴える。しかし皆さんこういう形の訴え、インターネットの世界、どんどん私のこの主張は広がってる。ざんまみろ、必ず2月9日には人は明かしてる。私の花は花は明かしてる。そして最後に、今の都知事選、福祉だ教育だそして医療だと言われる焦点は確かにその通りです。大変だ、今東京都は大変に住みにくい街、特に高齢者にとって、子供にとって生きづらい、生きられない社会になってる、青年労働者にとっても。だけどこれはいきなり天から降ったり力を湧いたりしたそういう災害じゃない。長曽根の分割民営化で労働組合を潰した、そして小泉劇場、自民党をぶっ壊すなんて言いながら公務員の首を切った。自民党ぶっ壊れてますか。小泉劇場というのは大嘘だった。そして今安倍のやってるこの悪政、この結果としてまた石原都政、猪瀬のあの腐敗しきった都政、この結果として医療はめちゃめちゃになり、つまり都立病院の民営化がどんどん進んでる。そこでの看護師たちの体制、人手不足、極端に不足し劣悪な労働条件になってる。さらに待機児童が増えてる。しかしこれだって悪性の結果なんだ。無理化保育所でやればいいと、そこで働く労働者の労働条件なんていうのは全く考慮されない。だから事故が起こる。事故が起こったらそこで働く労働者個人の責任とされてしまう。こういう悪性の結果として今東京は実に住みにくい街、医療も福祉も破壊される。教育の現場、日の丸君が代を承認しなかったって言って、なんと450人の学校の教師が処分されてる。こういうことまでやってる。それを見習ったあの橋本大阪の彼はとうとうぶっ飛んだけれども、労働組合の悪口言ってれば自分の人気上がると浅はかだ。そんな浅はかなことにみんないつまでも出されてやない。だから彼は行き詰まって吹っ飛んだけど、大阪で何が起こってるかというと、この東京都のこの教育の現場の弾圧を見習って、学校の先生が本当に日の丸を君が歌ってるかどうか口元を一つ一つ点検して待ってんだよ、橋本の命令で教育委員が。そこまでやってる。だからそういう点では教育にしても医療にしても福祉にしても悪政の結果、悪い政治の結果で今とんでもない事態が起こっている。一番社会の根本です、医療、福祉、教育、それが壊れているんだ。しかしそれはさっきも言ったように災害じゃない、彼らがやってきた政治の結果なの。とすればどうすればいいか。テレビでは分かってるのは分かんないけど、ぐちゃ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 やってる。何だ、あれ聞けば聞くほど分からんでしょ。一体どうすりゃいいんだよ。そうだ、はっきりと政治の決断なんだよ。政治の流れを変えることなんだよ。そしてオリンピックに1兆円もつぎ込むんだったら、その金をつぎ込むことなんだ。難しいことではない。政治は誰の利益のために誰が動かすのか、人民だ、労働者だ。そのために我々は高い都民税を払ってるんじゃないか。だからぐちゃ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 議論してないで、政治の結論、決断、政治の流れを変える。石原と猪瀬と来た、そして長曽根以来の自民党政治、これを完全に転換させる、根本からひっくり返す。誰がそれができるか、皆さん一目瞭然でしょう。こういうことを言ってるのは私しかいない。だから私はあさって絶対に皆さんの支持をいただきたい。私はそういう政治の大転換を皆さんと一緒にやっていく、そういう力は誰の中にあるか、東京都民1000万のその心にある、その態度にある。
その誇りにある人間としてのプライドだよ、誇りだよ。そんな今のようなデタラメな政治を許してるような、そういう情けない我々ではない。我々は人間だ、労働者だ、生きてる誇りを持っている虫けらじゃないんだ。その声を今一つにまとめて2月9日悪政に一旦を下そう、それを倒そう、そして私は勝つ。よろしく。よし、ご声援ありがとうございました。鈴木達夫、最後の最後まで全力で戦い抜いてまいります。それでは今皆様のもとに鈴木達夫、鈴木達夫候補者本人が皆様のもとにご挨拶に伺います。どうぞ拍手をしてください。どうぞ皆さんの力を鈴木達夫に集めてください。皆さん